おはようございます時刻は日本時間の午前10時5分、えー、カーリングの決勝が今始まってまさに第一等が日本によってなされたところでございますセンターに、はい、カードが置かれたところ、えー、もうみんなそっち 見てあるんじゃなないいかなと思います小さん小森康則今うも元気に天神バス商店街天六天小森スタジオから朝刊チェックをお届けしてまいりますヘッドラインにつきましては、えー、先ほど朝刊チェック取って出しのところで、はいえー、今公開をしておりますので3分ほどで見ようという方はどうぞそちらをご覧くださいませ さて、えー、昨日はこの天神町商店街天禄天子森スタジオに桂南光師匠に来ていただきました。はい、ありがとうございます南光師匠、えー。本当でしたらまん延防止が今日までで明日から予定をしておりましたあ全国調味料祭りというイベントを1週間やる予定にしていたんですね。でまあそれが 3月6日までまん延防止が延長されますので7日からに今、まあ、仮にしてるんですけれどメッセンジャーの黒田さんをはじめです、ね、山広さんとか、えー、春の愛さんとか,んとか、えー、こんちゃんとかそれぞれおすすめの調味料を教えてもらいましてそれをこちらに持ってまいりまして YouTube で配信をするのと同時にその1週間は即売をするというそういうこの天「天獄天んこりスタジオ」を使った ああ新しい、まあ、ビジネスというか、それのひな形になるようなものでございまして、協力をしていただきまして、ありがとうございました。バルサミコ酢を持ってきはりましてね、ちょっと僕、え、えー、と思ったんですが、あの、料理で大変お好きなあ南高師匠でございまして、家でももうこれでいろいろ食べてんねんというふうに教えていただいたものをご紹介をさせていただくことになっております。 さあ第一エンドがもうちら,ちら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 見えて気になって仕方がございませんがしっかりやります時間まででは今日も朝刊チェックヘッドラインです G7 は19日ミュンヘンで緊急の外相会合を開きウクライナ情勢について協議しましたロシアにによる侵攻には 制裁をを含む甚大なコストを招くとの認識で一致しまし、た1月15日に行われた大学入学共通テストの問題が試験中に流出した事件で、受験していた19歳の女子大生は警視庁の調べに対し、去年も同じ不正を行い、手伝ってくれた人に十数万円を支払ったと供述していることが分かりました。 北京オリンピック昨日の結果ですフィギュアスケートペアで三浦陸来と木原龍一いわゆる陸龍が自己ベストの得点で7位入賞を果たしましたスピードスケートマススタートで連覇を狙った高木奈は1回戦先頭で滑っていたもののコーナーで転倒してしまいました今日が最終日カーリング女子決勝日本対イギリスが現在行われております 国際スケート連盟はオリンピックを含むフィギュアスケートシニア大会の出場年齢を現在の15歳から17歳に引き上げることを検討していると明らかにしました新型コロナウイルス昨日の全国の感染者は相変わらず多く8万1620人重症者数は1480人亡くなったことが確認されたのは219人でした ところで花粉症の季節を迎え、オミクロン株感染と症状が似ていることから、専門家は発熱や強い喉の痛みがあれば受診してほしいと呼びかけています。国土交通省は、高速道路の料金を支払わなかった所有者の情報を、高速道路会社にオンラインで提供する方針を固めました。 以上二月二十日日曜日長官チェックヘッドラインでした。時刻は十時十分でございます。まあ私も長官チェックを今カメラをこう切り替えながらはい。えー 向こうでは見ておりますんで吉田先生さんが今な投げようとしておりますまだ第一エンドですねはい。皆さんもどうぞテレビをつけながらはい、えー、なんとなく流しておいていただければというふうに思いますさて、えー、トップはウクライナ情勢でございますこちら読売新聞 各種ウクライナ情勢をトップに持ってきているところが多かったです、えー、G7 先進7カ国はドイツミュンフェンで緊急の外相会合を対面形式で開きました緊迫するウクライナ情勢の対応を協議会合ではウクライナ国境付近で進むロシア軍の動きに重大な懸念を共有し ウクライナへの軍事侵攻はロシアへの制裁を含む甚大なコストを招くとの認識で一致しました。このニュースについては、まあ、本当にいつドンパチが始まるかわからないということなので、えー、ちょっと前に言ったことがですねまた情勢が大きく変わるかもしれないんですけれどさまざまな情報が飛び交いますけれど。 こういったその外相会合が開かれたとかいうようなことはまあ事実ですのでまあそれを日本語にどう訳すのかとかっていうことはうんちょっと慎重でないというかあんですけどしかしまあ英語やドイツ語やフランス語みんなできるわけじゃないのでそこは新聞社なりに頼るしかないんですけどどう訳してあんのかっていうことが一つ、う。ん でまあ、その背景にある思惑、どこを落としどころにしようとしているのかということを見ることがもう一つ。えー、そして、えー、フェイクというか、あまあ、観測気球というか、そうは言うてるけど実際どうなんていうことですね。これを見なあかんので、まあ、本当は。 読者や視聴者にそこまで求めるのはどうかとは思うんですけどねそれをするのがプロフェッショナルのジャーナリストたちのやるべきことなんじゃないかと僕はまあ思うんですけれど今アメリカがですねいわゆる情報戦という中でロシアがこういう立てつけで嘘を平気でついてでも 自国民がやられるとかああこんなことがあったということをでっち上げたりして、えー、その開戦をすることを正当化しようとしているといういろんなオプションですね、えー、昨日一昨日と「アバランチ」というカンテレが作ってたドラマを,をずっと一気見。 銃はしてたんですけどこれはまあ官房副長官が日本版 CIA を作ろうとしてですね嘘のテロ事件をというか嘘じゃないですねまあ自分たちで引き金を引いてテロ事件をやらせてとていう物語だったんですけどあのまあ直接ウクライナの問題とは関係がないんですがその何がほんまなのかどうなのか例えばまあ ウクライナの近くで、えー、軍事演習してたのが、うん、終わったら返すでってロシアが言ってるとまず、まあ、それが本間なのかどうなのかあるいはもともといる駐屯地がウクライナの国境に近いところにある軍隊であれば、まあ、多少戻したところでそれを戻したというふうに声高に宣伝することができるのか。 まあまあで果たしてまあほんまにそれでえ戻っているのかっていうことの検証であったりとかえおそらく今後ですねえその国民がこう混乱しているとかっていう情報がまあバンバン流れてくるんだと思うんですけれど例えばロシア系の住民があーその退避しているとうん自分たちの家からよそへ逃げようとしているいつ戦争が始まるかわからないからとかっていう。 情報が流れるんですけどもうでに流れてるんですがそれが果たして本ンマなのかそれが300人動いたのか3万人動いたのか70万人が動いてるのかこの人数の計算はどうやって出てきているのかあるいはそういう映像が流れた時に果たしてそれは19日の午後にどこそこで撮影されたものなのかあるいはかつて 撮影されていたものなのなかま,あまさに 5W1H ですよねいつ誰がどこで何をどうしたっていうそのそれが映像にちゃんとクレジットされるだけの信頼される情報なのかどうなのかっていうのでですねまあ非常にその受け手の側にリテラシーが求められるニュースであるということ ことですね、まあ、冒頭お話ししましたあの外相会合のポイントこれは、まあ、あの実際にあの行われて出ているものなので、まあ、素直に受け取ったらいいんですけれどロシアの軍備増強に重大な懸念を共有している G7 はロシアに自ら発表した軍撤収を行うことを要求する平和的外交的解決を追求ロシアにアメリカや NATO との対話に応じるよう要求 ウクライナ侵攻は制裁を含む甚大なコストを招くことを確認ウクライナの主権領土の一体性を支持経済面金融面の安定を支援するということですでアメリカのバイデン大統領は18日ロシアによる軍事侵攻の懸念が強まるウクライナ情勢について記者会見をしました現時点でプーチン大統領が侵攻を決断したと確信していると 語ったとということなんですねで、まあ、こういうニュースも、えーまあ、確かに言ってるんですけどこれはまあ英語で当然言ってるわけで、えー、プロシアのプーチン大統領が侵攻を決断したと確信しているという役これはあの その時の会見のことではなかったと思いますが立岩陽一郎さんが書いてありましたけど「確信している」という訳にするのかと、えー「信じるに足る情報を持っている」的なニュアンスで訳すのかによって、まあ、あのだいぶ受け止め方は違いますよねっていうな話をツイートしてはりましたね。うんまあ、英語であればあななんとか 時間をかければ私でも分かるところなのでこの辺って本当は原点に当たらないといかんのではないかなとロシア軍がこの1週間から数日間にウクライナを攻撃すると信じる理由があると述べましたそこですね首都キエフも標的になるという見方を示しているということでございます以上ウクライナ情勢についてお伝えをいたしました時刻は10時18分 北京では2点取られた第一エンドイギリスが2点を取ったところでございますさて驚きの続報ですねはい、こちら大学入学共通テストでカンニングをしていた女子大生いわゆる仮面浪人行きたい大学が あってそこでない滑り止めだったんでもう一度受け直すそのために、うんえー、スマホで撮影した動画を送ってそれを切り取って静止画にして別の家庭教師を受けるっていう先生らにですね、えーあのうん、お願いをして答えを送ってもらうということをやっていたっていう話ですね。 でまあ、だからあの協力者がいた、うん、その動画を静止画にする人間がいたっていうことでも驚きだったんですが実は去年もやっていたと去年もやっていてでも滑ったともうほんまにその時間と考えてたことともう勉強しとけよって、えー、思いますよね。だん いやまあこれはもう本当に僕の個人的なことなんですけどだっだん腹立ってきてまして、えー、でしかもうんアナウンサーなめんなよって思うんですけど不正を行った動機について将来アナウンサーになりたくて東京の有名大学にどうしても入りたかったと話しているといやまあ確かに確かにいわゆる有名大学出身の人は 多いですそれは別に有名大学に入る努力をした人間にだけアナウンサーになるっていう資格があるわけではなくて別に見下して言うわけじゃないですがまな学校出身の人たちがいますそして、えー、社会人としてアナウンサーとしての能力ということと出身大学っていうことが比例するものではないということを現役であって 私はましてまあ女性アナウンサー女子アナその内定出た時がピークで、えー、であるというような多くの人もいらっしゃいます、うん、何年かで辞、えー、めていく消えていくいや新しい道を見つけるいろんな人がいますけれど。 まあ、多分その内定イコールピークみたいなところの、えー、アナウンサーイメージなんでしょうね、実に幼いことですけれど、去年も同じような不正を行って、手伝ってくれた人に十数万円を支払ったと、しかし希望する大学には合格できず、今年も受験して不正を行うことにしたという。 えー、スマホの解析をしたらそれはいろんなこと出てきますよねでも,も調べてる方も,もうびっくりですよねそ,のそうやって解析していくとメールや何やかんや見たら過去のこと出てくるっていうのは分かりますけどねうん去年の共通テストでも今年と同じシステムエンジニアの横浜市の男これも 議系業務妨害の容疑で書類送検されています未成年ではありませんからね、彼に中継役を頼みまして、試験監督の目を盗んで撮影した設問を外部に送っていた形跡が確認をされたと。で、不正に成功したと、うん。男に十数万円を支払ったが、希望する大学には合格できなかった。関西の私立に入学して仮面浪人を続け、今年も受験したと。 まあどこへ行こうとしてはったのか知りませんけれど本気で1年浪人してちゃんと勉強しはったらまあ僕も浪人しましたけどあのまあそれなりにしかやってなかったですから大学受験の勉強についてここまで頑張ったらこうなるっていうことを自信を持って言うことは僕にはできませんがまあしかしまあ言うても1年あるわけで。 ノーベル賞を取れっていう話じゃないですからねうーん二人は頼み事を行う相手や友人などを紹介するマッチングサイトで知り合いました警視庁は女子,大女子学生が今年もこのシステムエンジニアの男に同じ程度の金額を報酬として渡していたと。 なんかまあねなんか安物のドラマみたいな感じですよね。うん、ねでも、あそこまでしてアナウンサーになりたかったのか、いやまあその専門学校行ったりとかしてなってる人もありますしね、うん、まあ正直、まあこんなん言うたらあのねえ。えー 持ちな,ないやつやと思われますけど僕は別にそういう学校へ行ってたわけでもないしきっと本当にまあで背が高いから背が高いから落とされたとこもありますけど背が高いからおもろいな思って、えー、2人目の枠で取ってもらったんだと思うんで一般的に努力してアナウンサーになられた、えー、諸先輩後輩の皆さんの思いを代弁することは。 できないんですけどなりたいなと思ってずっと思ってたらなれましたっていうことなんでねうん別に原宿を歩いててスカウトされたわけじゃないんですけどなんかその、うん、大学のブランドとかだけでアナウンサー,にーの入り口に立てるんだって思われていることがなんか悔しいですね。 僕としてはね、んそんなもんやないねんと、反射神経ももちろん大事なんですけどね、反射神経、パッとそれは何かを見つけるとか、聞いたことに対して情報処理して何かを返すとかいう反射神経は非常に大事なところで,で、まあまあ滑舌なんていうのはま、あまあまあそんな昔に比べるとマイクの性能も良くなっているわけで、え。ー そこはそんなに聞き苦しくなければ何とでもなるわと思いますがえもう一個はやっぱりその人に何かを伝えようとする伝えたいと思う気持ちまあ根性論みたいなことで今は入らないのかもしれませんがまあ私が今まあこういう形でラジオなくなってもこの話でやっていってるのも何かを伝えたいというこのうんもう少年のところにある 思いなんですけどね、うん、そこを反射神経も含めて磨くっていうのがアナウンサーになりたい人がやるべきことで,でなったことがもちろんゴールではなくて本当はそこがスタートなんですけど、えー、それがゴールやと思って勘違いしてる人も数多くいますしあるいはあ自分がかっこよく見られたいというだけで、えー、上辺だけの話しかせえへん人もありますし。 なんかああまあ,あ,あ自分は誇りを持っている仕事だけにね、うん、ん悔しいなあって、ええ、思いますね。うんねえまあ、もちろんかわい子ちゃんが撮られてたりするんですけどね、うん、時刻は10時27分です。 現在、北京では第2エンドが行われております。2対0とグレートブリテンがリードをしております。しかし、まあ、まだまだ第2エンドでございます、えー。北京オリンピックです。フィギュアスケートペア、りくりゅうりくりゅうりくりゅうって書いてて何のことなんかなとりくりゅうっていうのはね、思ったら。はい、えー 三浦理久さんと木原龍一さん、もう兄弟のように、えー、カナダへ渡ってたんかな英語もできへん中、はい、2人で支え合ってしかし見事ですねまああれであの滑りで自己ベストではあるけど、まあ、7位なんで、えー、それだけフィギュアスケートのうん 頂上というのはまだまだ先なのかなとも思い,思いますししかしあのしっかり頑張ってきたことで7位というのを取れたのはおめでとうございますなんですけどすごいですよねあのハーフパイプとかもそうですけどあんなんもうサーカスみたいな感じですもんねいや一緒に一緒に滑って一緒にジャンプして はまだわかるんですけどそれ抱えて持ってで掘り投げてくるくるって回ってあれも三回転ですか <laughs> ほんでほんでもって受け取って安定してまだ滑ってはるんでしょうねえどなたか言ってありましたけど本当にあの夏のオリンピックに比べて冬のオリンピックって 一つ間違えたらそれはもう頸椎骨折どころかねえいやもう半身不随どころかも命の危険のあるようなことのあの競技が多いですよねほんまにうん誰かカーリングだけやん命の危険のないやつはって言って言った人があってまあそれもまた言えてみようやなとは思うんですけど。 あ,あのフィギュアの <laughs>、ごめんなさい、ペアの演技っていうのは、えーあの、羽生さんの4回転半もすごいですし、えー、4回転を5回飛ぶのもすごいですし、えー、ドーピングするのもすごいですけれど、いや意味が違いますが、あいやいや、本当にびっくりでした。 そして高木奈々さんまた転んでしまいましたまあこれについても何かそのもう疲労の蓄積とかいろんな分析などもあったりしてますけれどもねえーうーんそうですねうんま,あまたうんあまあ難しいんでしょうねもうやっぱりめっ じゃあ疲れるんやと思いますわその中で高木美帆さんがあれだけメダルを量産できたっちゅうのもねえすごいですしうんあのそうそうナンバーっていう雑誌ありますよねスポーツのそれのウェブ版に確か書いてあったと思うんですけど えー、高梨沙羅さんが「あ謝った」と「でまあ、それ謝らなくていいですよって」と、まあ、みんな、まあ、僕もまあ言いました、うん、そうなんだけど、えー「謝ってもいいんですよ」っていうか、えー、それはもう自分が決めることですよっていうことは、まあ、なるほどなと、うん「謝るな」って言う必要もないというか。うんえー しかもその謝ってるのは別に世間とかではなくって、えー、あの判定自体に疑問はありますけれど結果として失格になってしまったわけでそれに対して仲間に対してごめんなさいと思う気持ちが生じること自体は別にそれは彼女の内面の話なんだから謝るなと謝れっていうのが論外で。 あ,あるのは当然として「えー、謝るなの」あのぜ善意なんだけど攻撃というか、えー、そういうことばっかり言うのもどうかっていうことが書かれててまあまあそれもまたそうやなとは、うん、思いましたね。えーえー、カーリング第2エンドさあ,あ日本は。 あ取れるとして1点ですかあ最終の1答を残すだけのところになっておりますが、えー、藤沢選手の手にあの字が書かれているっていう話はもう皆さんこれはみんな知ってはることですかえー、えー。 確定の本当にここのところに、A、字を書いてはるんですよ。英語、英語書いてるんですよ。ええ。あ今投げましたね。うん。ええー。よっしゃ、1点。うん。二、う、一、ん、はい。ええ。 手の甲の甲ところ、えー、左手はあのピンク色のグローブはめてますよねで。右手は素手なんですよね、投げる人は。うん、で、履く人は両方ともあの手袋してますけど、右手のところちょうどこの辺りですね。えー、I am a good caller カー,カーリングの選手。I am a good c ー r l E. カーリング選手だわ。私は。うん、I have confidence。私には。自信があるわ。うん、Let's have fun。楽しんでいこう。とはい。I am a good c カ l e r I have confidence。Let's have fun。まあ。 毎回それを見てるのかどうかわかんないですがさっきの,あのカンニングじゃないですけど手に何、うん、か書いてたら怒られますがこれは OK ですよね、うん、自信持っていこうというそういうことが書かれているそうでございます。今第3エンドが始まりまりしたで、えーとまあ、見てののは本物のやつなんですけど えー、みんなのカーリングっていうゲームが大変売れてるそうですね、A、えー、NintendoSwitch のソフトで10日に発売されたばかりだそうでございます。えー、ダウンロード版は入手可能、まあ、これはまあそういうことですよね、うんえー、都内の大手家電量販店では一部で品切れ状態であるということでございます予想以上の売れ行きだそうです。 どここを狙っってていいくのかううようなことがまあパワープロとかもね、えー、あっていろんな選手を自分で采配できるようになっていたりもしますが最近全然こういうゲーム関係やってないんで分かんないんですけど、えー、あと何ですか「ウマ娘」でしたっけ、ね、競馬のやつがあったりとかしてますけど、うん、僕がやってたような頃とはもうゲームは全然違うんですね。みんなののカーリングっていうのが 大人気だそうででございますす時時刻は10時36分です国際スケート連盟はオリンピックを含むフィギュアのシニア大会、まあ、シニアが <laughs> 45とか65とかではなく、うん、ジュニアとシニアの境目が15歳であるというところがまた、うん、ドーピングも含めた スケートフィギュアスケートの世界の、えー、構造だと思うんですけれど現在15歳ですから、ねえー、出場できたしかし16歳未満は保護対象であるという話が今回のドーピングで問題になっているんですけど読売新聞は,こちらは社会面ですか。はいえー 7歳以上を検討すると3分の2の賛成がないといかんのだけれどもということですね、えーえー、男女を含めたすべての種目を対象6月の総会で議論をし3分の2以上の賛成で採用が決まるとマリエは15歳、えー、帰国したようですね、えー 16歳未満の要保護者であることなどを理由にスポーツ仲裁裁判所がオリンピックの出場継続を決め、まあ、結果4位に終わってしまったわけですけれどバッハ会長 IOC 記者会見で年齢制限について IOC でも協議するとイニシアチブを取っていきたいというふうに言っております。うん 成長途中で体の軽い選手が高難度のジャンプを飛ぶ、うんでのまあ、ジャンプが、まあ、飛べば飛ぶほどお得点が高くなる、以前のようなその総合評価的なところより、えー、飛んだら飛んだだけ、うん、有利ということの問題はあ,あるんでしょうね。えーえー、もう10代のししかし後半 ではしんどくなるっていうことからするともう高校3年生の夏の甲子園に照準を合わせてそこで投げ切ってしまったらもう,もうプロへはいけないぐらいのそういうめっちゃ狭いところですよねしかも高校野球は毎年ありますけどオリンピック4年に1回ですから世界選手権とかはまあありますけどオリンピックの金メダルっていうことになるともう何年生まれ なのかっていう。そのバースコントロールみたいなところからしないとできない世界だと言えるのかもしれませんね。はい。10時39分新型コロナウイルス感染者昨日も8万人台でした。しかしまあ、もう本当に、うん、記事の扱いとしては小さく小さく第2社会面。今日は読売。新聞日によっては第三社会面だったりもしますよね。 一覧表が出ております。国内の新型コロナウイルス新規感染者は、八万一千六百二十人。死者は二百十九人、五日連続二百人を超えています。重症者は二人減りました。千四百八十人。大阪府は新たに一万二千四百五十一人の感染が確認されました。えー、吉村さんが三回目を打って。 だと地域版に出ておりますねで、花粉症の皆さんはい、これから花粉飛んでまいります、えー、花粉症シーズンが本格化するオミクロン株では軽症のことが多く鼻水やくしゃみといった症状だけでは花粉症との見分け方が難しいそりゃそうですね、えー、言われなくてもそうだなと思いますね 専門家は発熱や強い喉の痛みがあれば新型コロナの感染が疑われるので発熱外来を受診してほしいと呼びかけてはります、うん、一方ねなんかもう病院行くだけでそれでまた大丈夫でも感染してしまうんじゃないかという気持ちの悪さもあったりはしますけどね、えー、オミクロン株の感染者は73%に鼻水の症状 60%にくしゃみの症状が見られます。花粉症に共通する、はい、見分けるポイントについて目のかゆみだけなら花粉症と考えられますただ発熱のほか例年よりも強い喉の,の痛み体のだるさがあればオミクロン株に感染しているかもしれません。うん、目の痒みはそうでですすね、ね。あります、ねえー、飛んできたら。 特にあ今日は気温が上がって飛ぶなという時は、うん、それ感じることありますよね。「目のかゆみにはアルガードとかね、えー、で喉の痛みに喉にまくることもまあまああるっちゃありますけどね、えー、ただまあそれがまあそんな強いものではないので強い喉の痛みがあった時 体のだるさ、まあ、これも花粉症、うんうん、ちょっとした目のかゆみぐらいじゃなくて、なんかけ倦怠感みたいなものは確かにありますよね、やる,やる気が出えへんみたいなあことはね、えー、それはまあありますわ、うん。花粉症の人が新型コロナに感染すると、くしゃみによってウイルスをまき散らすリスクが高まる、<laughs> さあ、そうですね、そんなに言われてもね。<laughs> くしゃみすんなん言われても花粉症ですもんね、そはねうん。花粉症の治療を早めに始めて、症状を抑えておくことが感染拡大を防ぐためにも重要と。まあ、おっしゃることはいちいちその通りなんですけれど。で、えー、今ごろこんなことを言ってるんですよね。そうまあ、間に合いへんのですけど。 堀内ワクチン担当大臣は昨日の読売テレビの番組で新型コロナウイルスワクチンの接種券、ティケットにつきまして3回目には間に合いませんがデジタル化について厚生労働省やデジタル庁と検討していく必要があると述べ電子化に前向きな考えを示しましたこの電子化に前向きな考えを示しましたという文字だけを見ると非常に前向きポジティブなんですけど。 えー、今頃今頃言ってるんですかっていう <laughs> ことなんですけどね、えーえーで、しかももう始めてますとか、もう間もなくできますではなく、えー、検討していく必要がある、この内閣の人たちは本当に必要があるとか、大事だとか、重要であるとかっていう言葉が大好きですが。 それらはいずれも何もしてへんということを別の言葉で言い換えているだけのような気がするんですけどね。これまで検討していなかったことを認めましたっていうことでしょう。ねいや、今、これだけデジタル化進んでますよ。まあ変な話、もうまあまあマイナンバーカードもいいですけど、もうスマホ一台やったら、え、ー 何でもでもきてしまう、うん、ねそんな時代に県印刷して住所を入力してあって、うん、それをプリントしてで郵便で送ってるわけでしょ。3回目のワクチン接種率は12%にとどまっています自治体による接種券発行の遅れが理由の一つとして指摘されていますがこれを自治体の責任にされても自治体も困りますけどね。 えー、自治体の発行に関する業務を省力化し迅速な発行を期待する声が出ているのはこんな昨日今日出てきた話ではないかと思いますしいいえー、でしょううん遅いなほんまに、えー、そしてもう一つこちらもデジタル化といえばデジタル化なんですけど 時時刻は10時45分高速道路の不払い情報オンライン提供、えーまあ、これもほんまにご確認だけがやってんのか、うん、家では良きパパママ、うん、会社でも真面目に働いているっていう人らがまあ何の気なしにというかやったり。 しているんですかね万引きの話にも通じるようなところがあるんですけど高速道路料金利用料を払わない人、えー、その所有者情報をオンラインで各高速道路会社に提供する方針を固めましたこれうん道路運送車両法の省令の改正が必要なんだそうです今 ETC を使っている人が多いですね ええまあ、そうでないと、うん、値段が高くなってしまうという場合もありますし、ええ、ETC レーンの拡大で不払いの増加が見込まれているとであれ20キロでしたっけ、ね、ゆっくり走ってくださいよって言ってそれでもなんかぱっと開く時、ね、ドキ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 しますよね。 <laughs> あれ結構平気で20キロ超えて大丈夫まあまぶつかってないんですけどなんかああドキドキするようなことをする人もありますけど人によって運転の仕方ちゃうなと、うん、で、えーうん、その後ろギリギリにつけていったりするとうん。 ETC カードを専用端末に挿入し忘れていても前の車両との距離が近接しているとゲートが開いたまま通過できてしまうことがあるとまあうっかりミスも中にはあるのかもしれませんがそれをわざとやるやつもやっぱりいるということですねでその場合後払いする必要がありますが申告してこないで走ってる車はちゃんとうんもう わ、ねえー、かりますから、うん、ナンバープレートわかりますから。これまではナンバープレートの紹介があると、車の所有者情報を提供はしてたんですけど、高速道路会社の職員が、例えば近畿地方運輸局に直接出向いて、何月何日何時何分、この、えー、ここの出口で、 こんんだけの料金を払わへんかったやつがいてその証拠がこれなんですけど、えー、その所有者の情報をもらえますかと出向いていかへんかったらあかんかったそうです。そしたらまあ、さあ中には大型車で1万、2万の通行料金という場合もあるかもしれませんけれどもですよ、えーえー、正規時の職員のが出向いていって、 で待ち時間もあって、やり取りして、それをまあ手書きもして、申請書を、そんなんしてたら、ね税務署の人が調査に来てです,ですよ、あなた、税金納めきれてませんよと、5000円払ってくださいっていうのに、税務署の人件費がどんだけかかってんって考えたら、逆に損ですからね、え。ー だったんですけどまあこれをようやくオンラインでできるようにして、で、その所有者に対して支払いを求めるということです。中には当初から料金を支払う意思のない悪質なドライバーもいるということでありますので、そういうことは許してはならないですね。そういえばというか、 えー、バイクの高速料金っていうのはもともと,、えー、と普通自動車と一緒でしたよね、うん、今軽自動車と一緒なんで大体いい普通の種別の八掛けだったと思うんですけど、うん、あのー、半額にこの4月から期間限定 私も一応中型を持ってた時がありまして、えー、ヤンタンで毎週ユキネラとあのやってた時にラジオドラマがありましてその時の台本の中に僕のセリフで「俺は風になるんだ」っていうのがありまして、ね、どんなストーリーやったか忘れましたけど。うん 俺は風になるんだで、次の日からジェームス・エマ自動車学校へ行きまして <laughs> 普通免許取ったところであのー、中型の2輪の、はいえー、講習を受け始めるようになりまして、うん、で取、えー、りました、えー、川崎の GPZ400 というのを乗ってたんですけどこうた時は良かったんですけどねちょうど夏やったかな、うん で秋口になりましてあまりにも寒くてもう乗らなくなってしまったという熱 <laughs>、ねし,ね、しやすく冷めやすい、えー、千里までしかしたるみからね阪神第二神明阪神高速そして名神、うん、通って、えー、何度か通いましたね、えー、で うん、なんで言う,言うてもそ普通自動車と同じだけの料金取られなあかんねんというのはまあ常々思っておりました、うん、あのいや車間距離を考えると、えー、5メー,ター4メー,ターの車であろうがあー1メー,ター半のバイクであろうが車間距離のことを考えると1車両あたり使うのはああ ススペースはそんんななに変わらないいいだっていう言でん。あるいでもどう考えたってそりゃ10トントラックとかトレーラーとかが動いてるのと比べたらですね軽いわけで道路の痛みに対するそのね費用というのも,もう全然違うんでどう考えても普通とは一緒やったらおかしいと思ってたんですけど、うん、まあ今 K の扱いですが。 ようやく半額にまでなるということですね、えーえー、二輪車の利用促進や地域活性化などというのが割引の目的であるとややこしいな1、うんえー、回の乗り降りにおいての走行距離が100キロを超える、うん、で、えー まあ高速って言ってもまあね高速道路とあの自動車専用道路とか違ったりとかまたその県とかがやっている道路もあったりしますんでいわゆる僕らが高速道路と一括りにしているものはまたあのそれぞれ違ったりするわけですけれどネクスコ東日本中日本西日本が管轄する高速道路で1階の乗り降りの走行距離が1 0 0を超えるとうんただ 割引を受けるためにはインターネットで専用サイトにアクセスし利用日を指定して申し込みをしないといかんということだそうですこれ <laughs> 不便ですよね別に ETC カードなんだからいいじゃないですか、うん、あでもともと土日祝日だけです 平日はだめなんですって、4月から11月までの8か月で、うん、事前に申し込みをしないと適用されないって、そんなことを、うん、何のためにするのか、よう分からないですね、もう嫌がらせとしか思えないですよね。えー、で、ほんなこれ、申し込んでたけど、えもう区間も申し込まなあかんということですか 利用 B だけですか、ちょっとこの記事だけではわかんないんですけど、バイクのニュースさん、はい、えー、利用 B だけなのかな、利用 B だけやったら、まあ、まだあれやけど何、どこからどこまでっていうことも言ってて、でもね、雨降ったから乗れへんとかいうこともあったりね、えー、いやいや、離島までやと思ってたけど、やっぱり米原まで行こうっていうこともあったりしますからね。うん よう,よう分からん縛りでございます。はい、以上直感チェックヘッドラインについてお話をしてまいりました。時刻は10時55分になったところでございます。現在、えー、第4エンドに入ってますね、はいえー。そんな中、ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。現在,2現在2対1で、えー イギリスがリードをしているというところでありますがあなたは今日自分時間をどのぐらい持ってはりますか1日24時間はあ、はい、社会的地位が高くてもそうでなくてもそしてお金をたくさん持っていてもそうでなくても24時間というのは変わらないわけでございますね人類皆平等なのはこれだけでございます。 今に始まったことではないが忙しそうな人が多い特段大きな仕事を成し遂げるわけではない筆者もという読売新聞 <laughs> 森川編集委員女性です何かと気づらしい成功はい服部成功時計の会社です成功時間白書2021によりますと6割以上の人が 時間に追われているそうでございます。ということは3割ぐらいの人は時間に追われていないということですか。いいなあ時間に追われていないという感覚がないのでええ四六時中時間に追われてますね。 ならば飲み潰れるなっていう話ですけれど、はい、すみません。セイコーホールディングスが10代から60代の1200人に聞いてみましたインターネット調査です。オンラインとオンタイムとオフタイム、つまり仕事や学校などやらなければならないことをやる時間オンタイムとプライベートな オフタイムあなたが値付けをするとするとお値段いくらになりますかと聞いてはります。はい1時間に、えー、時間に、うん、値段をつけてくださいとこれももう今日も僕も,もうじき1時間しゃべってるんですけど1時間しゃべって。 えーまあ、スパチャーいただけたりすると <laughs> その分乗 <laughs> ってきますがあわずかね、えー、数千円いくかへんか変化でありましてうんラジオのと比べるとまだまだ十分の一ほどなわけですけれどお皆さんどうですか自分の1時間 仕事とかをしている1時間と、で、そうでない、ゆっくりしているときの1時間、何歩ぐらいつけます何歩ぐらいつけますどなたか、チャットで。ええ、どうでしょう。あなたの仕事している1時間、のんびりしている1時間、はい、どなたかが書きありますかね 今のところまだありませんが、はあ、本タイム、今これ、読売新聞の結果、言いますけど、どのぐらい差があるか、はい、まだ出ません、山田寛さん、S マス所さんに頑張れって、いやいや、あなたの <laughs>、あなたはどうですか、まだ誰も書きませんか、うん、どうでしょう。シャナさん 300円いやこれは僕の1時間に300円いただきましたありがとうございます <laughs> いや自分の時間ですよ自分の時間について考えたことないですよね考えたことないけどまあこれ考えてくださいっていうやつなんですよちょっと考えませんえー、仕事だったら1時間1万円休みがゼロうん あ太郎さん3,500円はどっちですかオンですかオフですか、うん、みんな難しいね今のところすっとこどっこいさんの意見だけがしかありませんがはいえー、進めますねじゃあうん オンタイムの値段は2017年以降4000円前後あまり変化がないそうです。1時間仕事して4000円の価値。うんまあ、時給が1000円なのか、うん、2000円なのか、まああね。正社員でそれなりの立場にある人を時間で考えると実は。はい そ,そんだけで仕事ほんまにちゃんとしてるかっていうふうに経営者としては言いたくなったりもしますがあまあ平気で5000円1万円の人はありますよねそれはね、うん、放送局の職員であった時自分の1時間あたり残業代そこにかかったりとか深夜割り増しがついたりとかいろんなことを考えますとうん若い時でも45000円にはなってましたからねで一方いや ここの記事のところはその話ではなくてオフタイムの価値をどう考えますかっていうことなんですけどえ2017年以降倍増しています6300円から1万3000円自分時間をオフタイムをすごく大事なもの価値のあるものなんだとみんなが このところを考えているているととうこここですねここにコロナで、えー、在宅の時間が増えたりして、まあ、まあ会社に来たって仕事してへん人は仕事してへんのですけど家によって、ね、7時間8時間ちゃんとフルで働いてますかって言ったらそうでないのんびりもオフになってるのかもしれませんが一応まあ会社的にはオンになってるんでしょうね。オフタイム自分、うん 自身のプライベートな時間の価値をより高いとみんな思ってきていると人が入れ替わったっていうことではないですかね2017年以降ですからこのわずか数年ですから人が入れ替わって意識が変わったんじゃなくて今生きている人の意識が変わってきたっていうことでしょ時間を充実させたい他の人はどんなふうにして過ごしているのかといった お便りが届くんだそうです。うん。まあ、時間が増えるわけでは。当然。ありません。森川編集委員書いてます。私たちは技術の進歩によって。かつて同時にできなかったことを一度にできるようになりました。そうですね。えー、早稲田の、あの授業の話じゃないですが。複数の講座を。同時に走らせることができる。うん。 YouTube なんかだったら、えー、5割増しのスピードで見たりとかそういうこともできたりしますよね。ええー。うん。同時にいろんなことができる。電車で移動しながらスマートフォンでドラマを見たりパソコンで書類を作成しながらニュースを知ったりできる。うん、なるほど。 限られた時間にあれもこれもしたいと思いつつ結局何ということはないルーチンで暮れていく日が多い森川編集委員。やらないよりやった方がいいことが無数にある。でもどうしてもやりたいことを犠牲にしないためには優先順位をつけて大胆に取捨選択するしかない。どうしてもやりたいことを明確に持つのが時間を有効に使う上で最強である。うんまあ、まあそう,そう 時間を無駄にしないように努める中で無意な待ち時間が減ったかつては手持ち無沙汰に何かを待っていた時間も今はスマホでメールを見たり友達に LINE で写真を送ったりすることで埋まる、うん、第三ビルで仕事してると本当にエレベーター乗った瞬間に皆ね まあ電車なんかも完全にみんなスマホいじってます僕もそうですしエレベーターの中で、まあ、用事があって誰かに LINE とか送ってんだやったら分かりますけどそうでもなくねなんかやってありますよねゲームもやってますよねええー、うん退屈が回避されてありがたいが一方で空き地一つなく立て込んでいる町にいるような ぼんやりできる余裕を失ったような窮屈さもある、うん、待ち同士というように人は待つのを楽しむこともできたがそういう時間がもう埋まっていってしまって息苦しいと思う人も多いのでしょうと、うん、確かにね、まあ、僕時々ここで うとうとウとしてしまってて当然うとうとッとしているんでえまあテレビはついていたりはしますけれど何にも生産的なことはしていないわけですねうんでもあのウトウトッとする時間うんまあ子供の頃に寝るより楽はないなと言っておふくろに怒られたっていう話は先日もしましたが <laughs> あのウトウトとほんのうん 5分10分30分ほどしてしまうっていうそういう時間はまあ何事にも変えがたい楽しい時間ではあるんですけどしかしまあ何ぞんぞやることがあってえ常にあってでしかもまあ私の場合はもう今このエリアで。 お湯沸かすことから、えー、発信することから、えー、パソコンでやれる仕事はもう全部ここでできてしまえるんでねこれ、うん、まあ別に追い立てられているという気持ちは今のところないですけどこれを追い立てられていると思い始めたらもうしんどくてしんどくてたまんないでしょうね、えーえー、今日も一時間 超えてしまいましたねうん。<laughs> えー、私の1時間の値段はいくらでしょうか皆さんいかがでございましょうかでは今朝の一言とお今朝の一枚に参りましょうかはい。で、えー、これが終わったらどうぞ皆さん、えー、ゆっくりとおーカーリングを見ていただければと思いますそんな中そんな大切な お時間に生で見ていただきまして誠にありがとうございますでは、えー、今朝の一言に参りますかねがね思っていたことですはい。今朝の一言さぬきうどんへのリスペクトが感じられない メンツー団団,団長田尾さんあの丸亀製麺が丸亀発祥でないということは皆様ご存知かと思いますまあイメージの世界ですからビジネスとしてトリドールさんが丸亀製麺という名前でやっていくことに香川県民ほどの嫌悪感を私は持っているわけではございませんけれども、ええ 丸亀製麺はぬきう,うどんへのリスペクトが感じられないというふうにメンツー団の田尾和俊団長が言ってはったりもしました、えー、なんかまあ小賢しいやり方もしてはったりもしたんですけど1号店は確か加古川だったと思います並んでますよね丸亀製麺どこでも本当にうん 第4ビルの地下にありましてお昼前からもう行列ができております去年の12月末時点で全国835店舗で全国にあります香川県にもあるんですね最初確か丸亀製麺という名前ではさすがによう出さへんかったと思うんですけれど、えー、3店舗一時期あったものが1つ減りもう1つ減るそうです イオンモール高松店が今月末2月27日に閉店することが決まりました。高松レインボー通り店だけとなってしまったんだそうです。まああの腰の強さが <laughs> あの好きな人お嫌いな人いろいろあろうかとは思いますし、それはそれであの鳥取両さんのやり方自体をめっちゃ批判したいわけではないんですけれど。 何が言いたいかというとやっぱり香川県におけるうどんの安さとうまさですねこれは <laughs> これはやっぱりあの、うん、丸亀製麺のあの値段と品質とを比較するとそれは香川県では勝負にはならんなっていう話ですよねええもう100円200円でおいしいうどんがどこででも食べられる っていうまさにうどん県ですよね食べたなったな先日どなたかね行かれてええ、向こうで食べてきましたって言って写真を送ってきてもらいました、まあ、関西からでいうとふと食べに行こうと思うと前の日の晩から車を走らせるもあり朝起きて行こうかと思ったらお昼過ぎには お昼頃には行けますんでね、えー、一回行ってもう何軒も回る5軒回った6軒回ったみたいな <laughs> そんな自慢話をする人もあります丸亀製麺を何軒も回ろうとは思わないですからねそういう意味で別にあの、はい、何度も言いますが丸亀製麺の悪口を言いたいわけじゃないんですけども香川の讃岐うどん さすがっすとっいう感じでございますね、えー、一方花丸うどんこちらは高松市で創業しているそうです吉野家のグループでしたかねえー、えー、現在も香川県内に14店舗あるんだそうですがまあ行くんやったらそういうチェーン店じゃないところにやっぱり行きたいですよねうん 並ぶのも嫌いな私もさすがに名店は並んできたことがございますおうどんの話でございました今朝の一言でしたでは今朝の一枚に参りましょうえー、っと これは和歌山ですね幸代さんからいただきましたお写真ですこちらですはい目白だそうです食べてますね、えー、ほう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 ,ほう、まあんまり近づくとね飛んでいってしまうでしょうから でも綺麗に撮れてますねあ、目白ですね <laughs> なんかこのようにしてみると置物みたいですけれどほっこりするお写真ありがとうございましたあなたもぜひエンディングで使いますはいこの今朝の1枚写真をお待ちしております info atmarktenkomoly.com info アットマークてんこ盛りは 10komori でございますあなたからの1枚をお待ちしております以上聴観チェックをお届けしてまいりました今日も長い間ご視聴ありがとうございました時刻は11時13分になっています 現在のところ日本とイギリスカーリング女子決勝三対一でイギリスがリードをして第五エンドを迎えているということだそうでございますいつものようにまた明日インジャンでお別れですまた明日インジャンチョキ 今日もご視聴ありがとうございました。良い日曜日になりますように。ご視聴ありがとうございました。今日もちょっとだけ、はい、アフタートークでございます。 えー、やっぱりそうですね香川はみんな行きはりますよね、えー、ネットでやっぱり情報がこれだけ出るっていうのはね以前やったらルルブとかそんなん買うて、えー、あそうですか房子さん丸亀製麺が香川県じゃないっていうのは知りませんでしたか いやうまいことイメージで作ってはるんですよ。うんそうなんですよ。NHK もなんかちょっと間違ったことを以前言ってたことがありましたもんね。えーまあ、うどんというと、まあ、大阪のうどんはさぬきうどんほど腰はもちろんありません。えー、博多へ行くとね、イメージでは博多豚骨ラーメン。えー 割り方とかっていう話ですけど、意外にうどん文化でもあるというのは、行ってみたらわかりますよね。えー、これがまた全然こしがないんですよね。<laughs> びっくり、びっくりするほどこしがなかったりします。伊勢うどんは、まあ、お好みでしょうね。ありますよね。まあまあ、あの、だから、こしがあんのは好きなんですけどね。あ ラーメンで言うとさっき僕今バリ方の話しましたけどあのなんかこう硬いのがおしゃれみたいなことでえあのなんかうん針金みたいなことで頼んだりついついしちゃいますけどやっぱり麺っちゅうのは標準にゆがい標準の時間湯がいてそれで食べたら美味しいように作られているんで。 えー、なんかツーブって割り方とかなんか言わん方がええよっていう記事がつい数日前に出ていましたねええーうん、皆さんはどうでしょうか、まあ、麺の話はみんな大好きですよね人それぞれですからね,ねなんかパッとなんかほんま飛び出して行きたいなうん行ってきたいなうどんやめぐる旅っていうのをみんなでやりましょうか 全員一列に指定席取って、うん、はいええあ粉落としねもうだからもうほんとさっとしか湯がかへんっていうやつね、えー、なんか今日変な英文のやつがさっきからずっと出てますねうんこれは 解除しておきます、ね、はいではこの後編集をしながら <laughs>、えー、いよいよ終盤に入ってまいりますので私もあのカーリングタイムにいたします h a e a g o o d s u n d a y